日は佐野市若松町にある小暮食堂さんへ来ています。好評につき再訪です。またここの大将に会える。あれからすっかり大ファンに。安定の外観落ち着きます。店内にはメニューがあって、前回はランチだったので今日は飲みに。滝の写真が多いけど好きなのかな。写真盛りもあったんだ。昼と夜また雰囲気が違います。今日は飲むぞ飲むぞ。海鮮で酒なんて嬉しすぎるな。とりあえず乾杯。やっぱ一発目はビールでしょ。キンキンに冷えててうまいなこれ。皆様お疲れ様です。いやうまい、くーって感じ。あれ頼んでないよシリーズ。ダーイン、うわーうまそう。魚の煮付けはマジで好きです。これはブリの煮付けです。さすがお魚屋さんという感じ。楽しみ。それでは箸で割ってみよう。身が柔らかい、ほろほろ、中まで味が染みてるね。これは期待大。それではブリの煮付け食べてみるよ。味の濃さがちょうどいい。うまー。これは米でもいいですね。だが今日は酒だ。ビールがはかどっちゃうな。やっぱりビールでも合うな。くぅ、お漬物も来たよ。たくあんと、あとなんだろう、相方が美味しくいただきました。しらすまで来ちゃったよ。紀州のしらすだと大将言ってました。軽く塩かかってるらしいです。箸で取ってみるよ。キラキラ光るしらすいいね。それではしらすいただきます。塩っ気がちょうどいい。さっぱり味わえるおつまみです。こりゃいいつまみだ。まだ頼んだものは来てないけど、お酒が、くぅ、ついに来たぞ。刺し盛り1500円、ダラリン、うぅ、素晴らしい。マグロがたっぷり乗った刺し盛りです。イクラはキラキラ光ってるね。こっちは赤身、色が綺麗です。マグロ大好き。こちらはタコとホタテ、ホタテがかなり乗っかってます。本命中トロ、油の海苔がステーキみたい。綺麗な色合いです。カツオ分厚、こんなの見たことない。隣には生姜がありました。イカも発見。イカに合わせて赤身もまだあるよ。これは全体像です。素敵。はい、まずイクラから。相方がうまいと言っておりました。そして中トロ、油の刺しが素晴らしいね。それでは中トロ食べてみるよ。大将厚切りにしてくれましたね。これすごい分厚い。甘いし魚の脂がいい。こりゃたまらん。ホタテすごい量だ。ホタテ大好物。それではホタテいただいてみよう。大粒ホタテでうまそうだな。うわー甘い。甘い甘い甘い。タコはどうかな。食べやすい大きさにカット。それではタコいただきます。やっぱ刺し盛りはいいね。噛み切れないタコと違って食感いい。このタコは歯ごたえほんと抜群でした。次は赤身だよ。また色いいのよ。赤身いただきます。マグロ尽くしでこりゃありがたい。程よい脂ので食べやすい。臭みも一切なし。おかわりしたよ。やっぱこの時期のビール最高。ビールが大好きな私。くー、カツオには生姜を乗せて。本当に分厚いなカツオ。
それではカツをいただきます。生姜をたくさん乗せてガブリ。あまり食べ慣れないんですけどうまい。柔らかいカツオでした。酒も進んで次はレモンサワー。生レモンが乗っててさっぱり。うまいうまいうまい。もつ煮350円。だらりん。もつ煮いいね。見た目いいよ。大将が言うには売れているらしいです。これは期待できるね。ところどころにある味噌の麹、上のネギもたくさんだね。香りも素晴らしいです。酒進むな。これ箸で取ってみたよ。もつ柔らかって見てわかります。それではもつ煮いただきます。ガブリ。柔らか、とろとろ。歯がなくても食べられる柔らかさ。味噌もかなり煮込まれてていいつまみだ。人気な理由わかる。たらこおにぎり200円。だらん。締めでおにぎりちょっと。たらこが隅にも置いてあります。海苔がパリパリ系でいい感じ。これはうまいな。それではおにぎりいただきます。はじめの一口は勝負なのよ。やった、たらこまで届いた。生たらこにしてもらいましたとさ。ほら、こんなにぎっしりたらこ。プチプチ感強くて具は大きいです。鮭おにぎり200円。だらん。相方も締めを。やはり横には鮭の身が添えてあります。いい焦げ目でちょうどいい。海苔はやっぱりパリパリ系。中は綺麗に焼かれた鮭が入ってました。骨も取り除かれていて食べやすいです。刺し盛りごちそうさまでした。もつ煮完食しました。たらこおにぎりごちそうさまでした。鮭おにぎりもごちそうさまでした。それでは振り返りです。今回裁縫で来ました。私のことも覚えててくれて嬉しかったです。愛想が良すぎてしまうほどの大将がお出迎えしてくれますよ。美味しい刺し盛りともつ煮おにぎり、ごちそうさまでした。